天の翼という言葉をよく聞くが、一体何なんだ？写し絵に記されているんだ。天が翼を持った機械に乗り、そして戦場へと舞い降りる姿がな。テナークスではそれを持つことは究極の武勇の証とされているがゆえ、カルラットの挑戦者は闘技場に飛び降りるのだ。お前はそれをやってのけた。まさに天の偉業と同じように民に語り継がれる。それで実際どう感じた？正直言って気分はいい。ああそうだろうな。風が最高だったよ。まあコタロも今に乗れるさ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。ホライゾンフォービドゥンウエストやっていくよ。はい、そしたらメインクエスト得意点、仲間を集める。行く。待ってろよバル、宇宙のゴミどもをぶっ倒してやる。そうだ。映像なんかあったの？何？アーロイ、変わったお仲間が加わったみたいね。あなたが無事でよかった。テナークスを随分驚かせたって？サンウィングで天井を突き破ってくるのかと期待しちゃった。残念だったな。ああ、それとこれを受け取って。助けてくれたお礼よ。みんなあなたのおかげ。ありがとう。これでも全然足りないくらいよ。歩む大地が花咲きますように。お前にとってもな。ウタルの声は大地の神のことをなんて？じきに大地が復活すると言ったら皆絶句してた。フェーンは目を丸くして驚いてたし、でもいい知らせであることは認めざるを得ない。破滅の受け入れを解いていた自分たちを否定することになるとしてもね。正直その様子を見てせいせいしたけど。よかった、報われたな。彼らはゾウに感謝するべきだな。そりゃそうだ。新しく来た友達とは話したか？サイレンスに話しかけてみたけれど、彼が言うにはそのおしゃべりには興味がないって。ずれないやつだな。わかった。もう行かないと。みんなが揉め事を起こさないように頼むぞ。エレンドがサイレンスを殴ろうとしたら止めておくわ。助かる。そしたら、どこですかと。あのクエスト、あのサブクエストはバールか。まあサブクエストとかもね、まあすごいなんか強いクマみたいのとかさ、戦ったよね。それサブクエストで戦ったんですよね。だからもしかしたらクリア後にね、ポツポツとたまにやるかもしれません。とりあえずクリア目指す。よし、みんなを集めてティルダに説明してもらおう。その前にやっておくことはないか。まああとは武器を強くするぐらいでしょう。まあ武器を強くするための動画もねまあ作ってもしかしたらあげるかもしれない。まあロープキャスターとかね、パワーアップしていく。そしてそのパワーアップしたやつで、まあどれだけぐらいの敵を捕獲できるかと。まあだいぶ強くしないと大型は捕獲できないと、捕獲というか拘束できないと思うけどね。どうすっかな。これはこれでいいかな。罠にしとくべきか。
雷の弱点のやつ今いるかな。まあまあこれでいっか。オッケー、行きましょう。みんなすぐに制御室に集合してくれ。私たちは救わねばならない。ベータ、ガイア、そして地球の生命。ゼニスは無敵のように見えるかもしれないが、それは違う。奴らの基地に侵入して倒す手はずも整った。ゼニスの協力者もいる。ティルダ、基地の説明を。ゼニスの基地は南西の島にある古代の軍事施設の上に建てられているわ。私ならバレずにこの場所へ案内できる。一体どうやってだ。そのうちわかるわ。中に入ったら向かうはこの建物、発射台よ。ガイアとベータはその最上部にいる。その途中で激しい抵抗を受けることになるでしょう。特にジェラルドやエリック、その取り巻きからね。それに私がシールドを破れば対処できるはずだ。ただ装置を起動するためには運び役が欲しいな。誰か敵役はいるか。運び役か。俺に任せな。装置が使えたとしてもスペクタードローンが数十機いるわ。対抗できる軍団があった気がするが。もう手は打ってやる。そのうちわかるさ。それじゃあ突入前にまた集まろう。合流場所はどうする。島の向かいにある海岸ね。そこから私が案内する。よし、合流地点に着いたら連絡する。そこで落ち合おう。それまでにできる限り準備をしておいてくれ。頼んだぞ。お前たち、いいか。ティルダのおかげでベータと話せて重要なことを聞いたんだ。基地の中に装置がある。レギュレーターという装置だ。ここに侵入したら二人は別行動をしてこれを破壊してくれ。爆弾で吹っ飛ばすんだ。それでドローンを食い止める。すべてこれにかかってる。いいな。その後アルバにはゼニスのネットワークに侵入してほしい。どうやって。ベータが残していったデータを調べるんだ。ベータはその方法を知っていたはず。分かった。でもなんで、あ、何を探したらいいの。ゼニスの情報を探り出すんだ。ティルダが隠していることをな。サイレンスの言う通り完全には信用できない。分かった、やってみる。アルバを守ってくれ、頼む。命にかけて。合流地点に向かう仲間と話す任意、まあ、どうしましょう。まあせっかくですから話しとくか。二度とないからね。ゼニスのシールドを破るにはサイレンスの武器を無傷で持っていく必要があるの。何か用があるのか。驚いた。まさかゼニスを引き入れるとはな。どうやったんだ。それよりも武器の準備はできたんだろう。改良の余地は常にある。
お前の目的は分かっている。私の仕事について知りたいのだろう。さあ聞くがいい。珍しく協力的じゃないか。お前がコンクラベを仕掛けてきたからな。そして今回お前は一定の成功を収めた。たまには折れてやっても構わない。お前の壮大な計画、ここ数ヶ月裏で糸を引いていたことを整理するとこういうことか。お前はハデスを尋問した時にゼニスを知った。そこでテナークスとあの武器を使いゼニスを倒す作戦を計画。そしてテナークスを抱きつけるためネガーラの逆賊がプロメテウスの民からオーバーライド技術を得るよう仕向けた。頭の整理は結構だが本題はまだなのか。お前は私が導きの塔で座標を見つけるずっと前から計画を練っていた。なぜ私に教えなかった。ゼニスが地球に来ると知ったこと、それが全ての始まりだ。ゼニスの基地を叩くにはテナークスの軍団が欠かせないことは分かっていた。多大な犠牲を払うことも、そして必要な犠牲であってもお前がそれを許さぬこともな。よってお前の干渉を未然に防ぐ計画を実行した。ハデスの試験場で。すっげえ長くなりそうやね、一人一人。ちょっと声かける程度かと思ったが、どうしようこれ。どうしようマジで。なぜプロメテウスの民を作った。オーバーライドを作るのにオセラムは必要なかったはずだ。私には保険が必要だった。ハデスとエクリプスの件で直接関与するリスクを学んだのでな。プロメテウスの民を返すことで身を明かさずに計画を実行することができた。まあおそらくこの調子だと一人一人だと今回もね、ちょっとストーリーの内容を詳しくというか、まあそういう方向けの動画になると思います。途中でこのまあクエスト一時区切らなければいけないような感じかな。またね。お前は試験場で私をゼニスに引き渡そうとしたが、危うく死にかけた。ゼニスであればお前に価値を見出すだろうと私は考えたのだ。そうすればお前を生かしながら計画の邪魔は防げるとな。エリザベトのクローンを連れてることは本当に知らなかったと。そうだ。そのような可能性を予測する根拠は持っていなかった。根拠だと。結果的にこうなったからいいもの。武器について教えろ。この仕組みは起動システムを改善し、その効果範囲を劇的に拡大することができた。質問の答えになっていないぞ。ああ、仕組みを明かすほど私は愚かではない。お前の方もゼニスのドローンの対抗策を隠しているだろう。つまり状況次第ではお前も情報を明かさないわけだ。武器が有効なのは保証する。だがその詳細については誰かに話す義理はない。なぜレガーラに手を貸したんだ。軍団がいるならヘカーロに頼めばいいだろう。レガーラが反逆するまでヘカーロは機械との戦いとカージャとの和平のことしか頭になかった。話ができたとして理解できぬ脅威に対し軍を派遣するなどありえんな。それなら血に飢えた追放者を使えばいいと。まあそうだ、言うまでもないだろう。レガーラが求めるのは戦いのみ。テナックスに牙向く者なら相手を選ばん。疑いなく部族を戦いに引き込むレガーラこそ私が望みし者。この西部でクエンの者たちと遭遇した。海の向こうの部族だな。それでフォーカスによる発見が国の礎となっている部族で、その一人のアルバが仲間になった。クエンに興味はないのか。ないな。彼らは古の偉大な技術を紐解いておきながらそれをどうしたか知っているだろう。掘り出した知識を神秘主義や禁忌で覆い隠し、まやかしに満ちた信仰を作り出している。ああ、でもだからこそテーベを見つけた。
見つけたのか。私が出会ったクエンの話だけど、遠征隊と協力してテーベの中を調べたら、その奥でファローを見つけた。オメガ資格が必要だったのか。それで奴の状態は。ひどい有様だった。人類の英知を葬り去った張本人なのだ。何があったにせよ同情の余地はないな。お前ならきっと奴を容器に詰めてその脳を覗くんだろ、ハデスにしたように。そうだろうな。あの変貌したやつかね、あのサンフランシスコで。よし、サイレンス、話はもう十分だ。出番が来たら教える。あとここにいる間はティルダを刺激するなよ。揉め事はごめんだからな。いや、あのゼニスのお仲間だがな、相手が何者なのか当然分かっているのだろうな。多くの厄災をくぐり抜け千年も生きた女だ。いいか、今は目的が同じでも、やがて道をたがえる時はやってくる。ああ、分かってる。誰かさんがそうだったしな。生き残ってこそ大いなる目的を達成できるのだ。いい加減それくらい理解しろ。お前は何か知っているのか。あの女に関して言えば、直感でそう感じるとしか言えんな。感じるだと？ようやく感情を得たのか。あ、ずいぶん変わったな、サイレンス。成長したな。褒めて使わす。アルバは喋れるの？不安か？これっぽっちも不安がないって言ったら嘘になるかな。うまくいくさ、みんなが役目を果たせばな。だよね。ああ、そうだ、もし時間があるなら手を貸してほしいことがあるんだけどな。うん、まあまあアルバは特にないようですね。うん、まあこれはあのサブクエやもんね。わかった、一つだけ聞いとこうかな。新しいフォーカス使ってるのか。ほんとこれすっごいよね。クエンの持ってるやつよりずっと優れてる。一緒に回収したデータベースの整理には普通なら何年もかかるはずなのに、これだと検索システムを使って作業のプロセスをぐっと早めることができちゃうんだもん。預言者の遺産解析だって絶対劇的に早くなるはず。もちろん閲覧できるのは監察官が許可するデータだけだけどね。頑張るんだ。そろそろ行くよ。それじゃあ合流地点でね。真実を手に入れて勝とう。うん、頼むよ。アーロイ、さすがね、アーロイ。驚いたわ、予想を覆しサイレンスと彼の武器を手に入れるなんて。あなたは本当にリズの強さを体現している。お前の家で話したことを考えてた。エリザベトの友人と言ってたが、友人以上だろ。あなた鋭いのね。ええ、しばらくの間付き合ってたわ。それでどうなったんだ？私は孤児でいつも一人だったわ。このまま一生孤独に生きていくのかと思い始めてた時にリズと出会った。カンファレンスで顔を合わせるうちにコーヒーを飲んだりお酒を飲むようになって、最初は仕事目的でアイデアを交換してた。でもそのうち彼女に会うのがどんどん楽しみになってね。すぐお互い会うためだけに飛行機に乗るようになったの。初めて孤独じゃないって思えた。新しい未来を思い描けたの。
リズも最初は同じだったと思う。彼女は母を亡くしたばかりで、その穴を埋めたのが私だった。でも私とは裏腹に、彼女の気持ちは次第に冷めていって、それで終わりにしたのよ。私を助けて、エリザベトの夢を叶えることで罪滅ぼしをしたいの。リズを助けずに地球を脱出したことを後悔したわ。だからあなたを知り、リズに勝るとも劣らない強さをもってして、道を切り開く姿を見たとき、リズのためにも助けようと思ったの。自分は他のゼニスとは違う、そう言ってた。ならなぜ計画に協力した？必要なことだったからよ。やりたくなくても生き残るためには仕方のないことだった。地球が荒廃し、シリウスのコロニーも破壊されてしまっては、そうするしかなかった。でも常に彼らの一歩先を行くことで償いの機会を手に入れようとしていたの。ベータとのデータチャンネル、それに基地への侵入口も作って、いつでもあなたを救えるように準備していた。なぜ仮想空間を自分の家に似せた？あの家は嵐からの避難場所として作ったのよ。所有者であるこの私と、芸術作品を守るために。あそこにあるものは全て貴重な文化遺産よ。あれこそ人類が生み出した最大の功績だわ。それをベータに見せたかったのか？そうよ。彼女は無機質な環境で育った。フェルメールやレンブラントの作品に触れることで何か得られるものがあるだろうと思ったの。彼女に叩き込まれた科学技術のデータと同じくらい貴重な体験になるって。連絡を絶ったのは残念だけど、あの家に招いたことは後悔してないわ。安心できる場所が必要だったでしょうし。なぜエリザベトと疎遠に？そのことは千年間考えた。彼女は賢く理想家で、本気で人類のことを考え、世界を変えようとしていた。でも同時にあらゆる人間と一定の距離を取り、重荷を一人で背負っていたの。結局彼女は自分の真の部分は決して他人に見せず、誰にとっても遠い存在だった。お前とエリザベトの会話ログを見つけた。試験場でな、ゼニスがガイアを盗もうとした後のものだ。そう、あの電話は思い出したくもない。彼女は電話の後何か言ってた。お前とああなったことを後悔してたみたいだ。本当に？知らなかった。教えてくれてありがとう。ずっと悔やんでいたの、あれが最後の会話になったことをね。だってあれは私個人ではなく、ファーゼニスの一員としての会話だったから。ゼニスの基地には他に何があるんだ？前にも説明したけど、目的地はコマンドセンターよ。ガイアとベータはそこにいるはず。基地にはプリント施設もあり、彼らはそこに収集した資源を蓄えているの。資源？基地のインフラに使ったり、スペクタードローンの小さな軍団を作るためのものよ。彼らは軌道上にある船との間で資材の運搬をしているの。数百年もの間デジタルな娯楽に身を浸していたことで、船は航行が危ぶまれるほど劣化していたの。災害はいつでも起こりうると身をもって学んだわ。サイレンスの武器の仕組みは分かったか？いいえ、彼が私を近づけないようにしてるから。正直鬱陶しいけれど、
あの武器の仕組みがどうであれ、あれでシールドを無効化できるのは確かだと思うわ。基地には何人いるんだ？10人。エリックとジェラルドも入れてね。コロニーが崩壊した時に脱出できたのはわずかだ。エリックという男、あいつは昔から血に飢えたやつだったのか。だんだんひどくなっていったの。地球では民間軍事会社を設立し利益を上げてた。人殺しの斡旋会社よ。戦争の自動化により政府も人間の戦闘員の使用を中止する中で、彼は人の手による仕事を求む顧客を取り込んだの。時には彼自身が標的を追跡して殺していたっていう噂もある。ただスリルを味わうためにね。でもシリウスではもっぱら仮想現実に浸っていて、そこで暴れ回って欲望を発散していたみたいよ。満足度はいくらか低かったかもしれないけれど。ジェラルドについて教えてくれ。彼は世界最大の金融複合企業のトップで、世界のほとんどの大企業と取引をしていたわ。最も裕福な人間の一人で、もちろんゼニスの中でもそうだった。金がたくさんあると何ができるんだ？力や影響力が手に入る。彼は自分が洗練された上流階級の人間で、自分に操れないものはないって本気で信じていたわ。そして心の内には冷酷で狡猾な顔が潜んでいる。ベータを育てるのにデジタル教育者以外の接触が許されなかったのはジェラルドがそう決めたからよ。私たちは彼女の支援者のはずなのにね。奴らは私たちが必ず倒す。敗北を悟った時の彼の表情を見るの今から楽しみにしてるわ。ラスベガスの遺跡に行った時、スタンリー・チェンという男のデータを見つけた。彼もゼニスだろう。スタンリーは楽観主義者でね、いい人だったわ。コロニーを設立した時、彼が仮想空間でラスベガスを再現してみせたの。光やショーやギャンブル、全て完璧に再現されていてね。他のみんなが自分だけの空想世界に閉じこもる中、彼は誰でも招き入れていたわ。言い方からして地球に戻ってこられなかったのか。残念ながら亡くなった。コロニー崩壊の時にね。自分の愛した町がまだ残っているって彼が知ったら喜ぶわ。ベータがイニシエの研究所に隠れていた時、バベーナというゼニスがそこにいた。何者だ？明るい星座のど真ん中で霞む六等星のような人。ファーゼニスに所属する他のメンバーは商売や技術開発によって財を築いた者が多かったけど、バベーナは親がお金持ちだったの。父親がホロツーリズム産業で得た巨万の富を彼女が相続したのよ。24の時に自らをライフデザイナーと称して世界中で羨望の的となったわ。要するに人の決断に影響を与えるような存在ね。つまりカルトか。そうとも言えるわ。まあここまで生き延びたのなら大したものだな。バベーナの武器は独特の冷酷さだった。生き延びることに関してはネズミにも引けを取らない。それじゃあまだ遭遇していないゼニスの連中はどんな感じだ？地球で最も裕福だった人や産業界の巨人。どうせみんなわがままで冷酷な奴らなんだろう。そんなことないわ。気が合う人たちもいた。アニカなんかはいつ会っても陽気な人でね。ホロネット最大のダンスチャンネルの設立者で、彼女自身も素晴らしいダンサーだった。それからソンジャオと細胞生物学について話すのもいつも楽しみにしていたのよ。この不死の実現にも彼女が貢献しているわ。
デビン・ミラーみたいな人ももちろんいたけど、彼はファストフードプリント会社の CEO ね。あの人はゴルフの素振りとホログラムの自撮りにずっと明け暮れていたわ。みんな多くの偉業を成し遂げられたというのに、時間はあったから。それじゃあまた連絡するよ。私はここにいる。それとチャンスをくれてありがとう。もがき続ける人生の中で幾度となく全てを失ってきたわ。でも未来に目を向けると、リズがずっと夢に見ていた新しい世界が思い描けるの。実現させなくては。させるわ。そのためならどんな障害も乗り越えてみせる。うん、長いね。まあでもこれなくしたら本当にストーリーなんか本当全く無視、ただなんだろうか、フィールド上の敵を倒していれば満足できるような感じにしかならんようになるからね。しっかりやっぱり聞いておこう。ここ絵を飾ったらどうかしら。まあもちろんあのこのピカも全く把握してないけど、まあ何回かね、まあ自分の動画見返せば、うん、把握できる時も来ると思う。階段でファシャーブからもらった通行許可だ。感じが良くて誠実なやつだった。今日帰るのを楽しみにしてたな。なるほど。フォーカス、ヴァールのだ。まさかノラが使うはずないと思ってたが、ヴァールは違った。技術に圧倒されてもあいつは食らいついてきたっけな。まあ斬新さがあったんだね。ずっとエリザベトのペンダントを持ち歩いてた。でもしばらくここにいることだし、置いていった方が安全かもな。私の槍だ。ロストと訓練の後一緒に作ったんだったな。へえ、ずいぶん昔に感じる。なるほど。あとはまあ小太郎とゾウとエレンド。小太郎どこにいんの？まあエレンド。アロイ、浜辺で落ち合うんじゃなかったのか？ああ、その前に話をしようと思ってな。いよいよ決戦だ。まさか別の星からやってきた不老不死の連中と戦うとはな。終わった後の酒が楽しみだぜ。不老不死になるかもしれないぜ。ああ、君もストーリー上、まあ今の心境を見たような感じだね。まあそしたら新しく来た二人は問題を起こしてないか？今はな。ところでコタロが言ってたぜ、お前空飛んだって。俺がここで勉強してる間に外で楽しんでたのかよ。大丈夫、お前もすぐに暴れられるさ、ゼニスとな。そりゃ楽しみだ。ハンマー磨いとけよ。ティルダとは話をしてみたか？したけど、あの氷の壁は溶かせそうにね。本当に仲間か？だと思う。まあ多分な。分かった。そろそろ行かないとな。合流地点で待ってるぜ。ハンマー片手にな。頼りにしているよ。両手持ちにしとけ。小太郎、
小太郎の部屋は、あ、ここか。で、この作戦成功すると思うか？俺は作戦の詳細など気にはしてない。とにかく結末がどうなろうともお前についていく。ありがとう、小太郎。お前と仲間になれてよかった。こちらのセリフだ。俺も感謝している。ああ、あとそれから、そろそろトレマータスクの場所に戻って新しい腕を試したい。作戦開始前にな。ああ、向こうに着いたら連絡するよ。助かる。うん、みんなお前の腕に興味津々だろうな。あのクエンの女は特にそうだな。仕組みを解析したくてうずうずしているようだ。作成に使ったデータを渡しておいた。それで少しはおとなしくなるといいんだがな。どうだろうな。なぜカルラットに送れば脅威でなくなると考えたんだ？もしも俺がカルラットを生き延びられれば、一派を捨て部族全体に仕える身となるからな。そうなれば司令に挑むことも不可能になるだろう。照度の光の勝利の後、テコーテは皆に言った。俺のような良き戦士をヘカーロの勇士として仕えさせないのは身勝手であると。俺に一派を離れる気がないのを昔から知っていたのだから。追放さ、名誉に見せかけてな。そうすれば拒否などできはしない。だから一派を捨て勇士になったんだ。お前も苦労してきたんだな。気にするな。当時は辛かったが、勇士になってよかったと思っている。天の翼という言葉をよく聞くが、一体何なんだ？写し絵に記されているんだ。天が翼を持った機械に乗り、そして戦場へと舞い降りる姿がな。テナークスではそれを持つことは究極の武勇の証とされているがゆえ、カルラットの挑戦者は闘技場に飛び降りるのだ。お前はそれをやってのけた。まさに天の偉業と同じように民に語り継がれる。それで実際どう感じた？正直言って気分はいい。ああ、そうだろうな。風が最高だったよ。まあ、小太郎も今に乗れるさ。お前が私たちに加わると聞いて、ヘカーロは何て？お前は樹海で逆族を倒し、部族を団結させた。そのようなものに使えるのは当然だ。なるほど。最高の勇士を預けてくれたことを光栄に思ってる。そうか。頼むよ、小太郎。それじゃあまた後で。ああ、それではな。OK。あとはまあ象だけだな。うん、はい、そしたらね、今回はここで一時区切ります。ではまた次回この得意点続きやっていきましょう。またね。どこで見たんだ？